スムーズジャズ、またはスムースジャズとは、1980年代以末にアメリカのラジオ局が使い始めた、ジャズのジャンルに関する音楽用語の一つである。フュージョン、クロスオーバーの流れから派生した様式で、1990年代には、ジャンル名として確立された。ポップジャズは、古くから存在するが、スムーズジャズの直接的なルーツは、フュージョンとみなされている。 スムーズジャズは特に聴き心地が良いことからテレビやラジオの BGM として使用されることも多い。Easy Listening Middle of the Road の現在進行型でもあるとも言える。アメリカにはスムーズジャズ専門のラジオ局がある。アメリカのビルボード氏によればフュージョンと共にコンテンポラリージャズに属され近年のラジオステーションではナックというフォーマットで呼ばれていることもある。 1970年代半ばから後半にかけて、リー・リトナー、ラリー・カールトン、アルディメオラ、スタッフ、ザ・クルセイダーズ、ジョージ・ベンソン、グローバー・ワシントン・ジュニアらのフュージョンが流行した。チャック・マンジョーネの、フィールズ・ソー・グッドやスパイロ・ジャイラの、モーニング・ダンスなどは、ポップチャートでもヒットした。1980年代前半までは、フュージョン人気が続いたが、1980年代、 後半にフュージョンが飽きられてきたことから、レコード会社にとって新ジャンル名が必要とされた。この時期にケニー・ジーが登場し、スムーズ・ジャズの最も早い時期のミュージシャンになった。その後も、ナジー・やハリー・コニック・ジュニア、ノラ・ジョーンズらが活躍した。ありがとうございます。